アローズ A11 は、アローズが1989年、1990年の F1 世界選手権参戦用に開発したフォーミュラ、ワンカー。1991年には、フットワーク FA11C の名称で使用された。A11 は、ロス・ブラウンによって設計された。前年は、メガトロンの直列4気筒ターボエンジンを独占使用したが、 1989年からターボ禁止となり、カスタマースペックのフォードコスワース DFRV8 エンジンにスイッチした。エンジンパワーの低下に伴い、車体もコンパクトな設計に転換。フロントサスペンションのプッシュロッドを収めるノーズウーツラの膨らみ、タイトなエンジンカウル、ローアングルのサイドポンツーンなどの特徴がある。 1989年は3年目のコンビとなる、デレック・ワーウィックとエディ・チーバーがドライブし、ワーウィックが負傷欠場した。フランス GP では、マーティン・ドネリーがスポット3戦で F1 デビューした。チーバーが、地元アメリカ GP で3位、ワーウィックも、開幕2戦、連続5位を含め5戦で入賞し、チームは13ポイントを得て、コンストラクターズランキング7位でシーズンを終えた。 1990年にはサスペンションに、いくつかの紹介量を加え、A11 バイトの名称で使用された。ドライバーラインナップは一新され、ベテランのミケーラ・アルボレートと、若手のアレックス・カフィという新旧イタリアンコンビが、ドライブ。カフィが欠場した2戦では、ベルント・シュナイダーもドライブした。シーズン序盤は、予選落ちやリタイアが多く、計7回の予選落ちを経験した。 シーズンを通してのポイント獲得はカーフィがモナコ GP で得た2点でチームはコンストラクターズランキング9位となるチームがフットワークに買収されると1991年はフットワーク FA11C に解消されたチームはポルシェ製 V12 エンジンを獲得し FA11C に搭載 新車 FA12 が完成するまでのつなぎとして、序盤2戦をこれで戦った。ポルシェエンジンは、重量がありすぎたため車の戦闘力は低く、カフィは出走した2戦とも予選落ち、アルボレートは、アメリカ GP を決勝リタイア、ブラジル GP を予選落ちという結果であった。3割の GP で、FA11C は、FA12 にとって変わられた。 ありがとうございます。